続きまして小林監督にお伺いします。関西出身者が集結した本作でしたが、取り終えてみていかがでしたか？そうですか。いやちょっとそうですね、いやすごく大変だったんですけど、はい、なんか毎日というかほぼつながってたんですけど、だいたい行くのが楽しかったです。あんまりだから現場が楽しいことが作品につながるかどうかって両方あると思うんですけど、なんか割とその現場が楽しいことが反映できたんじゃないかなと自分では思ってます。ちょっと見た方の意見は聞いてみたいところです。でもくだらない話ばっかりしてましたもんね、特に監督が。そうなんですか？そうですね、くだらない話を喋るなって言われると喋ることがないんで小学生の男子みたいな会話、この2人が、なんか喋ってるとあれ同級生やったかなと思うんですよね、中学地元の精神年齢が幼いってことですね。いやいや、そういうわけではないんですけど、ありがとうございます。はい、本日ご登壇の皆様は僭越ながら私も含めて全員関西出身となっております。ここからは皆さんにお話をお伺いしていきたいんですけれども、本作の関西弁でやってください。その方が面白いですか？はい、そうですね、いいんですかね。全然どちらの出身にあって、あの大阪の平野です。平野です。綺麗、はい、売り割りとか、綺麗売り割り、そうなんです。長吉長原とか、ね、地元トークになってますけど大丈夫ですか？いや通じないと思います、ね。うん、なんかねちょっと排他的と思われると嫌なんですけどね。そんなに、いやすいませんね、なんか別にね、うちわで盛り上がるわけでもないんですけど、ね、あえて大阪の固有名詞ばっかり出した会話ばっかりするとかね。もう映像の作品の中でも、ね、いろんな大阪の本当にね場所が新御堂とか、あの難波だったり心斎橋だったりとか、たくさん出てきますからね。そうですね、まあ、原作がその演歌っていう黒川博之さんの原作がもともとそういうすごい地名が細かく、はい、本当に町名まで書いてあるような感じで、僕は生まれ大阪育ちなんでそこが割と面白かったっていうこともあって、はい、まあ割と実は大阪に住んでる人が見たらここの道から行ってこう行ってて、あまり本当は映画とかドラマで必要とされない、別にそこね、はい、ブラックレインなんか見たら梅田から急に森口行ったりしてるんですけど、はい、割とそこをきっちりやったっていう、誰にも褒められない感じをやりました、はい、いやいやいや、もう分かってる、はい、ね、大阪の人はもうそれはバッチリ、そうですね、はい、確かになみたいな、はい、質問の続きをあの言ったいと思ってよろしいですか？すいません、すいません、はい、本作の出演者は関西出身の方が多いんですが、現場の雰囲気の違いなどはありましたでしょうか？森山さんいかがですか？僕ですか、はい、いやでもなんかやっぱり全員関西、まあ、といっても細かくやっぱり分かれてますし、はい、全員が全員同じあれを共有できるとはあれではないんですけど、でもやっぱり関西弁でやっぱノリがそういうね、やっぱ大阪や神戸や京都もありましたね。そうですね、キム兄さん京都ですもんね。そういうなんかそういうあたりでやっぱ共有してる雰囲気っていうのは楽屋現場にはやっぱすごくありましたし、はい、なんかあえてこうくだらないことを、くだらないことっていうわけじゃないですけど、普通に会話のね、なんかラフな会話がこう関西の人と関東の人やったらこう成立しないようななんかベタなことや、うん、そういうこともなんかもうこのメンツの中で成立しないことはないっていうような空気感ではあったので、うん、なんかやっぱそれはやっぱ現場というか絵にも出てるんちゃうかなと思いますけどね。そうですね、はい、とっても本当にこうスッと入ってくるようなあの会話ばかりで見ていて、なんか大阪にいるような気持ちになりました。それがでもね、はい、皆さん大阪じゃない方が見られた時にどうなのかはちょっとわからないです。はい、いやきっとそう大阪に来てると思うような、はい、あともう一つ東京駅の横ですよ、ここ国際フォーラムですからね、中心たるところですからね。ほんまですね。ではあの森山さんもう一つなんですけれども、はい、大阪のロケで何か印象に残っていることってありましたか？言えることでもちろん。いやたくさんありますけどね、はい、よく飲みに行かれてましたよね、時間ないのに。あの森山さんはですね、はい、目撃したなんか移動にですよ、はい、スケートボードを使われるんです。そうです、本当なんですよ。そんで僕らが
あの車で現場行く途中、まあ、先に撮影終わってからビューン、あの坂をねそうでしょ、そうやってました、ありましたね、はい、あれがかっこよかったけど。あ、そうですか。一回10キロぐらい移動してましたよね。10キロもすごい、ちょっと大阪の大正区ってとこから南通って、なんかホテルもなんかね、ちょちょちょ、もう延々とこう川沿いを僕登ってったか下ってったか、どういったかは知らんけどすごい距離を。そうでしたっけね、うん、あのまあ空き時間とかがちょこちょこあって、ね、まあ知ってる地域とかもやっぱ多かったんで、なんかタクシーとか、タクシーちゃうわ、なんかロケバスとかで移動するのもなんかつまらなかったというか、だから本当に、しかも衣装でずっと生活してたのでずっとこの T シャツで生活してたので、しかもメイクもしてなかったんで、終わったらそのままカバン持ったら帰れるんですよね。だからなんかすごくこうラフに大阪にいました、はい。